港区の皆様、セレブの皆様、高貴な方たち、愛知県のね、田舎の整体師が、この東京にまたね、施術に、行きます、そんな形でですね、こういうセレブな方たち、すごい人たちとね、また知り合う、きっかけになればいいなと思って動画を垂らさせていただいてます、最近のモットーはですね、本当に人生一度きりなんでね、楽しくやっていきましょうというね、ことなんですが、本当にこの緊張した体ではやはりそういった気分になれない、やはりこの、緩んだ体、ね、にしていく必要があると、あるというか、することで私は、ね、皆様の健康や、その人生を楽しくという方向に、の援助に、ね、なると信じてやっています。今回はですね、天国言葉ということで、斉藤ひとりさん私大好きなんですけども、嬉しい楽しい幸せついてる、大好きありがとう、感謝します、許します、これも本当に事あるごとに言ってるんですが、でもこうやっぱり緊張して言うのとですね、体が緩んで言うのとではやはり違うな、で、お客様を見てもですね、やはりこう治りの悪い人は本当にこうマイナス言葉をねバンバンこう言って、本当にガチガチのね、体をしています。ですからその、同じ言葉を言うにでもですね、体を緩めることの方が、先かなという、そういう時代なのかなという気がします。電磁波 5G、 そして添加物、そしてパソコン、スマホをねやって、そしてみんながこう、酸欠状態になってみんながイライラして、そのまた人間関係でね、どんどんストレスが溜まっていて、どんどん緊張ね、こう守るために、体を守るために緊張というのは体を守るためにあるんで、その守りすぎっていうところをちょっと解除してあげて、そして緩んだ体で、ああ嬉しいな、楽しいな、ああ幸せだなっていうふうに言えるようなね、そういう手助けができればいいかなという中で、今回このセレブの人たちですねとはもう本当にこうとは生活レベルが全く違うんで、全く接点がなかったんですけども、でそして気負ってしまうっていうですかね、僕なんかって思ってたんですけども、今回この腕の緊張をね取る2つのステップをね開発したことでですね、ぜひそういう方たちにも絶対喜んでいただいて、そして対等にね、対等にっていう変な言い方ですけども、楽しくねこういや接し合えるっていう自信が出てきたのでですね、ぜひね港区、中央区、銀座とかね、そういった人たち、どこで住んでいる方、働いている方にね、ぜひメッセージをね、送りたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。